燃えている長沢くんちの前で郷ひろみ大熱唱の巻。最悪だよ。あーちーちーあーちー燃えてるんだろうか。やめろ。藤木唇の色がフリーザ様の巻。血色悪すぎ。こいつ常に紫だけど大丈夫かな。お姉ちゃんのプリンがなくなり友蔵疑われるの巻。友蔵何やってんだよ。さすがのお姉ちゃんも泣いて怒るよ。急いで新しいの買ってくるんだ。友蔵プリン強奪問題について家族会議が開かれるの巻。えらいことになった。いや強奪って買って返せば済むことじゃん。友蔵懲役10年の刑が下るの巻。10年プリン食べて10年重すぎませんか。友蔵控訴するも却下され死刑が確定するの巻。死刑。控訴しようとしたら罪重くなっちゃった。逃げ出した友蔵全国に指名手配されるの巻。なんでだよ。家族のプリン食べただけでなんで警察がそこまで動くんだよ。友蔵たった一人の戦いに挑むの巻。友蔵が主人公になった。無謀すぎるって。敵は日本すべてだぞ。追い詰められた友蔵長沢家に逃げ込むの巻。なんで長沢家なんだよ。もう嫌な予感しかしないよ。友蔵最後の抵抗燃える長沢家の巻。やっぱり火をつけた。とりあえず長沢家燃えた。桜家長沢家の炎で焼き芋を焼くの巻。不謹慎すぎるよ。泣いてる長沢くんの横でよくそんなことできるな。おばあちゃん計画通りとほくそ笑むの巻。あなただったんですか。すべてはおばあちゃんによって仕組まれた冤罪だったとは。